佐藤健さんと井上真央さんは占っていただくことは不可ですね。すみませんってね、来てるんですけど、私が前、あれですよね。佐藤健さんと他の方は占わないって言ったからですよね。これはね、その恋愛とかじゃなくって、佐藤健さんが来年、井上真央さんと共演するっていうことで、相性を占いますっていうことだったら、皆さんいいですか？私、一回ね、短歌切ってるからね、他の竹物以外占わへんとか言ってね。だけど、その時にも言ったと思うんですけど、共演するとかね、相性を占うとか、そういうことはしますよって。だけど、なんか、匂わせとか、恋愛とか、結婚とか、そういうことに関しては占いませんって言ったと思うんですよ。だから、なんていうのかな、たけるさんと、誰だ？誰だ？今何て言った私？あ、そうそう、相性ね、相性でね、井上真央さんとの相性ね、で、見ていきます。佐藤健さんと、まずね、佐藤健さんと井上真央さんが来年ドラマで共演されるということなので、その2人の相性を占っていきますね。見ていきます。おお、3枚で終わりました。これね、神の家、正義、節制、3枚で終わりました。だからこれはもう相性はいいですっていうことですね、タロットはね。うん。なんか今までこの人たちは共演したことあるんですかね？なんか、まあ、このカードだけ見ると、すごくいい感じ。まあ、ドラマで共演するっていうことなんで、どんな内容なのか全然ちょっとね、わからないけど、まあ、恋人同士のね、役柄とか、そんなんだったら、前、佐藤健さんおっしゃってましたけど、やっぱりその恋人の役をするなら、相手のことをね、好きにならなければ、なっていくとかね、ならなければできないっていうことをおっしゃってましたよね。だから、まあね、まあなんか、もう、今からあれじゃないですか？なんかこう、役作りというか、二人ともが、こう、いいドラマを作っていくために、しっかりと、まあ、感情移入をし始めてるのかなっていうような気はしますね。うん。あえて、私は、この二人の恋愛関係とかには触れません。あくまでも相性として見てますので、相性はいいと思います。うん。で、いいですか？はい。まあ、共演はないんだ。ね、本当に素敵なドラマになるんじゃないかな。結局ね、まあ、こう今相性すごくいい。って出たけれど、それをね、掘り下げていくとね、どういうことかっていうと、やっぱりね、いいドラマを作っていきたいとかね、まあ、あれだけね、例えば、竹宗でね、その恋鈴が、もう恋鈴ロスになったぐらいね、いいドラマだったわけでしょ。だから、佐藤健さんにしても、やっぱり、新しいそのドラマを作っていく上では、しっかりね、本当にみんなが、こう喜んでくれるようなドラマとか、こう、なんていうのかな、ずっと歴史に残るじゃないけど、そういうね、ちゃんとしたドラマ作りをね、していきたいんじゃないかなって思いますね。だからね、そういう意味でも、もう今から2人で役作りとか感情移入をしていってるのかなっていう気がしますね。またいろいろ言われるかもですね。竹馬を 竹馬をってどうかな？わかんないですね。でももうなんかね、この
噂されるとか、いろいろ言われるっていうのは、もう本当ね、仕方ないと思いますよ。もう本人ももちろんそれは受け入れてると思うし、そしてそのドラマとか、やっぱり視聴率とかを考えたときにね、スポンサーのことも考えたら、絶対に嫌いな人とは絶対共演しないと思うんですよね。だからこの人とだったら、ちょっと共演していいドラマ作りたいなっていうようなね、そういう気持ちがあるから共演すると思うし、そこはね、見守ってあげたらどうかなって思いますね。それで佐藤健さんのステージが上がっていくんだったら、そのモネちゃんとの関係とかそんなことは置いといてね、佐藤健さん個人の評価が上がることにつながるんだったら、それは、すごくいいことなんじゃないかなっていうふうに、見守ってあげてほしいなって思いますね。